皆さんこんにちは。レックス日光師の根本です。ちょっとお伝えしたい情報が出てきました。こちら、同じ試験団体である法務省が行っている司法予備試験担当の結果が出ました。こちらですが、民法30点満点で平均が12.7だったんです。昨年が20.3です。 どうも、この統計、平均点を出してから過去最低の点数だったようです。相続法改正、再建法改正を正面から出す、やはり平均点がガクンと落ちたようです。民法の勉強、改正の勉強、大丈夫ですか今一度確認お願いします。それでは。